2020明治安田生命 J2 リーグ第32節ジュビロ磐田対愛媛 FC の一戦です。会場はヤマハスタジアムです。ジュビロ磐田の登録選手は34人いるんですが11人いないということでおよそ3分の1の選手を欠くということになっています。そのジュビロ磐田のメンバーです。前節のメンバーが8人メンバー外ということになっています。ゴールキーパーは八田、ディフェンス小川、鈴木、藤田、桜内、ミッドフィルダー山本、遠藤、上原、大森、フォワードルリーニャと中野誠也です。一方の愛媛 FC です。ゴールキーパー岡本、茂木、山崎、前野のディフェンス、ミッドフィルダー小倉、田中、川村、長沼、吉田、横谷、前線には有田です。控えには加藤、西岡、三原、忽那、清川、山瀬、三輪志音です。そして裏にこぼれが走り込むファーサイドフリーだ。クロスが入ってくる。ヘディング、ミートすればというシーンでした。飛び込んだのは有田。いやもう決定的な場面でしたね今ね。ワントラップで中へ、裏で中野が走り出す。中野誠也、サイドネットです。縦につけてルリーニャ、そして中野という関係性でした。そうですね、このパスでスイッチ入れましたよね。ギャップをついてくる大森、なんとか追いつく。ボールを残して角度を作ってパスを送る。遠藤、ふわりと浮かせて山本康介、キーパー岡本、あの遠藤からの優しいラストパス。大森スルーパス、上原、中野誠也はなかった。いや今最後茂木が触りましたかね。あ、いや非常にねいい崩しでしたよねここね。中央で上原、縦につけるルリーニャ、前にこぼれてパスを送って中野誠也、クロスバールリーニャ、そして中野誠也でした。有田が下がって受けて、長沼、ね、川村が顔を出しました。クロス入ってくる、シュート決めました。愛媛が先制。吉田真希斗、2試合ぶりのゴールを決めました。アウェーの愛媛 FC 先制。でこの入った時に吉田ですよね、こうしっかりと遠いサイドからしっかりと侵入してきたところにしっかりとボールが合いましたよね。非常に素晴らしい攻撃できたと思いますね。上原から遠藤、大森、中に入っていく縦パス、中野を落として遠藤、パスを選択、折り返す、ヘディング、ポスト、そしてさらにシュートを狙っていきましたが大森決められず。遠藤から折り返し、最後は大森でした。いや決定的なチャンスでしたね。遠藤から縦一本、中野誠也、左足クロスバー、セカンドボール、セータパスを送ってシュートを決めました。山本康介、1点を返したジュビロ磐田。またもポストに切られて、ただその後しっかりと山本康介決めました。今シーズンの初ゴールです、ね、ここで非常にこう自分たちシュートですよね、思い切り振り抜いてバーに当たったんですけども、その後に反応したのが岩田の選手、しっかりとボールに反応できたことによって山本康介に時間ができましたよね。ボールが来る、跳ね返した、セカンドボール、中野がなんとかクリア、
したところで試合終了のホイッスル。ジュビロ磐田愛媛 FC の一戦は1対1のドローに終わりました。